覚醒剤の現行犯で逮捕された人物なんですよ。そのことを蓮舫大臣ご存知ですね。はい、西田君。はい、よし。それでは早速質問します、蓮舫大臣にお伺いします。質問通告しましたが、蓮舫大臣のですね、不適切な交際についてですね、その疑惑があるという報道がですね、ここ数週間いろんな週刊誌で出てますね。このことについて簡潔にご説明いただきたい。事実なのかどうか。蓮舫国務大臣。一部週刊誌で報道されている方は実際に私も面識がございます。ただそれ以上のことは特段私は把握はしておりません。まあ N 氏としておきましょう。 N 氏のことですね、蓮舫大臣。そうですね。で、面識はあるとおっしゃってるんですが、ここに書いてあるところを見ますとね、9月21日ちょうど台風15号が来ました。首都圏を襲ってですね、まあ、帰宅待機者まで出たあの時に、蓮舫大臣は麻布十番のお店でその方と一緒にですね、何か祝杯をあげていたという報道がありますが、事実ではないですか。ご指摘の日に同僚議員と会社の関係者と会食はしました。別に祝杯ではございません。この人と一緒に行ってないのかって聞いてるんですよ。同席しておりました。同席してたんでしょ。ですから面識はあるけれども、それ以上の関係じゃないんじゃなくて、その人と一緒に飲食をしてたんですね。はい、その通りです。もう一つ聞きますがね、蓮舫大臣、2010年の8月ですね、その方と一緒に、ねぶたに行かれましたですか、大港に。あ、はい、その通りです。はい、ですね、その時はそれで、どういうかグループで行かれたんですか。具体的におっしゃってください。その方と N さんとどういう形の方が行かれたんですか。同僚議員もおりましたし、その会社の関係の方とその方とこういう関係がある方、団体で参加をしました。その時にもちろんこれ大臣になっておられましたけど、 SP の方も一緒に行かれたんですね。はい。その同僚議員、まあ、この方は誰に紹介されたんですか。大体そもそもどなたに紹介されて、そういう親しいお付き合いされてるんですか。あれ、同じ党の衆議院議員です。だからどなたと聞いてるんですよ。どなたということを具体的に教えてください。ごめんなさい、質問の趣旨をもうちょっと教えていただけますでしょうか。手塚義雄衆議院議員です。手塚義雄、今総理補佐官ですね。で、なぜ私はこのことを言ってるかと言いますと、今蓮舫大臣は手塚義雄、今補佐官ですが、衆議院議員にご紹介になって、 N さんという方とね、この台風の夜も一緒に飲食をし、本当でしたらですよ、この大臣の担当は、その、いわゆるですね、その防災担当でなかったかもしれないけれども、都民がですよ、みんな一番ですね、家に帰るのも困ってるの時に、この宿泊、飲食してるのどうかなと思うんですが、私が問題にしている理由はね、この N さんという方が、実は2005年にですよ、脱税で逮捕された。しかも脱税の捜査中にですね、そのガサ入れですね、いわゆる、入ったら愛人宅で、シャブを売っていたと。その、覚醒剤の現行犯で逮捕された人物なんですよ。そのことを蓮舫大臣ご存知ですね。その事実自体私は存じませんでした。ただ、週刊誌の取材をいただいて、それで確認をして、その事実を知りました。また、事実を知りましたと言いましたけど、いつ知ったんですか。いつ知ったんですか、じゃあ。今年週刊誌の取材が来た時です。で、その報道を聞かれまして、事実を確認されてどう思いになりました。そういう方とお付き合いをしてたのは良かったと思うんですが、どうなんですか。いや、過去に逮捕歴があったということですから、でまた内容が内容ですから、知らなかったことは私の不注意だし、それは反省をしましたし、それ以降お付き合いは控えています。蓮舫大臣ね、お付き合い控えてるとおっしゃってるんですけれども、私はですね、これと違う事件、いわゆるメディア21事件ですね、グループですね、そこの関連する方から、あなたたくさんのですね、名刺交換しただけで、何百万円とパーティー券購入された。で、その方が何をしていたかというと、脱税と覚醒剤です。同じなんですよ。あなたその話を聞いて、びっくりして返金しました。ね。もうお付き合いしませんに言いましたけれども、この方とはなぜお付き合いしてるんです。すみません、前段の部分は確かに不適切だと思いましたので、もうすべて返還をしております。で、今回のことも申し訳ございません。本当知らなかったというのは、私の反省するべきところだと思っています。そういうことありえないんですね。
でこの方は、ね、ものすごく大きな商売をされておられました。風雲児でした。知らない人は知らないし、そのね、あなたの選挙の直前に、直後にですよ、この方はそして逮捕されてるんですよ、ね、そのことを知らないということ自体ありえないですが、私申し上げたいのは、なぜ蓮舫さん、蓮舫大臣、あなたの周りにはそういう方がたくさん出てこられるんですか。類はどう思います。あのすいません、虚心坦懐に反省するものは反省をしますが、たくさんという複数というのはちょっと分かりかねます。西田君。まあ普通ね、委員長、普通なかなかですよ、こういうような犯罪、覚醒剤と脱税でね、捕まった方と複数回にわたってですよ、付き合い、そしてその方と、まあ今もですよ、今のこの台風の夜も一緒に食事をしている、ありえますか。普通の人ではない感覚です。でそれを反省することを反省しますがねと言ってますが、何を反省してるんですか。一体あなたの反省って一体何なんですか。口で言ってるだけじゃないですか。何を反省してるの。いやすいません、本当に私のこういう関係の中で、自分の中でお付き合いする人たちが過去どういうお立場はあったのか、そういうことを知らなかった、報道等で知ることについては軽率だと思って反省をしています。西田君。まあ、ついでに言っておきます。あんまりこの問題ばかりやっても意味ないんでね。この、蓮舫大臣、これ覚えてないでしょ？防具ですね。で、ここに問題になりました蓮舫大臣が大臣になってからのですね、こういう国会での写真、あるんですね。私はその時写真しか見てなかった。今回ここに記事が書いてあるんですよ。この記事見て初めて分かったんですよ。この記事の中に、要するにね、その今言っている N さんと一緒にご家族連れて、ねぶたを見に行ってますと。堂々と書いてるんですよ、ここに。ね。私はそれで呆れたのは、こういう方とのお付き合いをね。だからそこにはその名前出てませんよ。出てませんが、要するに、普通はばかりますよ。それ、どういう神経なんですか。だから全然悪いとも何とも思ってないんでしょ。だからこれから反省するも、クソも、反省する余地がないんですよ。ね。そうじゃないですか。そこの記事のみならず、伝統あるねぶたと夜祭りに行って感じたことを率直に言うのは、これはまた別だと思うんですが、ただその方が今ご指摘したような過去があったというのは、これはやっぱりお付き合いというのは控えさせていただきますし、反省をするという、それ以上のものではない。それで蓮舫さんは反省すると言っておられるんですけどね、野田総理、あなたの補佐官の手塚さんはこの方と今も非常に親しいお付き合いで、ね、1000万近い献金をされています。ご存知ですか。先ほどお話を聞いててですね、例えば蓮舫さんがご家族も含めてねぶたに行ったということは、まさに過去の履歴を知らなかったからだろうというふうに思うんです。で、手塚氏がどれぐらい献金をもらっているかについてはちょっと私は知りません。だから蓮舫大臣は少なくともね、今この場でお付き合いを控える、やめるとこういう意味でしょ、ね、あなたの補佐官は今現在お付き合いされてるんです。献金ももらってる事実がある。もしそうならそれはやめろというのか、どうするんですかということを聞いてるんです。あなたが任命者として何言ってんですか。はい、献金を今もらってるかどうかってこれは分かりません。過去にもらったかもしれませんけれども、今お付き合いしてるかどうかってこれは分かりません。確認しなければいけないと思いますが、基本的には本人が説明する問題だと思います。ちょっと今国民の皆さん今ちょっと笑ってしまう話なんですね。だから調べるんですか。調べて事実ならあなたは任命責任者としてどうするんですかということを聞いてるんですよ。本人が説明するべきことです。何言ってんですか。あなたの任命者としての責任を問うてるね。蓮舫大臣は自らね、お付き合いやりませんと言ってるんですよ。で、それがじゃあやりすぎという意味ですか。野田総理、意味がわからないよ、あなたの答弁は。それぞれ政治家それぞれがお付き合いの仕方は判断すべきだというふうに思います。じゃああなたは今言ってるそういう方とお付き合いしてもいいんですね。基本的には大臣もその政務三役も、私が基本的に任命をしていますけれども、それぞれに対するご批判とかどういう形が何が起こったってことはご本人が説明をするものであるということであります。何が答えてない。いいのか悪いのか聞いてるんですよ。何言ってる。任命権者としての責任を問うてるんじゃないか。具体的話じゃないか。あなた何を他人事みたいに言ってるんですか。基本的にはご本人が判断すべきものだというふうに思います。調べるのか調べないのか。
どうなんですか。本人が説明責任を果たせばいいと思いますので、私自身が調べるということはありません。ありえないじゃないか。何言ってんですか。はい、西田昌司君。あなたは調べないと言ったんですよ。じゃあ蓮舫大臣にお付き合いしてもよろしいと言いなさいよ。これは蓮舫大臣がご判断をすることであります。まあね、今日のこの話は入り口の話ですからね、これ以上やめますが、国民の皆さん見てください。これだけの問題って、今総理何とおっしゃったか、調べることもしない、そしてそれは個人の判断、すごいね。あなたは本当にね、モラルという文字があなたにはないということがよくわかりました。そしてもともと民主党にはないんです。でそこでね、ちょっと私は今日質問するのはこの問題です。これはですね、私は菅総理に申し上げた質問なんですが、要は菅総理の平成19年度の総司会というですね、政治資金管理団体に対する収支報告、これをですね、つぶさに調べていくと途中で赤字になると。野田総理、これはあなたも財務大臣としてずっと聞いておられたと思いますよ。そしてこの原資はですよ、民主党からの献金が入っていると、ね、でその献金が元で、今度は市民の会といういわゆる拉致問題を支援する北朝鮮側の立場に立っている団体にお金が渡っているというとんでもない問題なんですよ、ね、でこれで私はまず聞きたいのはですね、この問題、まあ、拉致問題担当大臣として山岡大臣、あなたはね、こういうふうに菅総理から民主党に流れたお金が結果的にその拉致に関係するか団体にですよ、言ってるということは、どういう認識を持っておられますか。はい、山岡国家公安委員長。それは菅総理、失礼しました、前総理がですね、このどういう取り扱いをされたかということは、今、委員のお話のように、全国会で直接委員から、菅前総理にいろいろとお尋ねになっているわけでですね、私は総司会からどう流れているかということを正確にキャッチしているわけではありません。しかしその市民の会と、そういう具体的なことについても拉致担当大臣という立場でですね、直接コメントすることについては、個別のものについては差し控えさせていただきます。西田大臣、なんで差し替える、どういう理由で差し替えるんですか、ちょっと教えてください。今申し上げました通りですね、菅総理が政治資金団体に寄付したことについては、菅総理がこれまでお答えになっていると、そういうことと承知をしています。ただ、一般論として申し上げればと、こういうことになるわけですが、拉致被害者のご家族からすれば、拉致問題についての具体的な進展がない中でですね、このような話が出たことにより心を痛めているのではないかと、その点については拉致担当大臣としては大変残念に思っております。まあ残念にも、とは当然ですよ、当たり前ですよ、それぐらいの答弁なきゃ。それでね、山岡大臣、私は今日もう一つ聞きたいのは、このもともと原資となっているのはですね、民主党からの献金なんです。そこで山岡大臣はもともと民主党の財務委員長もされてましたね。民主党のお金の動きに一番詳しいんですよ。でもともとね、民主党はこの組織対策費というのをですね、巨額なお金ね、小宮山大臣、うなずいておられるようにね、出てたんですね。これ、実は何に使われたんですか、具体的にどういうことだったのか教えてください。確かに私は財務委員長をやっておりましたがですね、まあ、一言で分かりやすく申し上げれば、金庫番と、こういうことでございます。じゃあ、具体的に金庫番というのはどういうのかと、こう言いますと、党の首脳のところで、こういう出費をするという決めたことの通知に対して、その額を正確に出費をすると、そこまでが私の仕事であってですね、そこから先は、その出された方が、今度はこの法に従って適正に処理していくと、こういうことでございます。問題なかった、何も問題なかったんですな。いや、もう、それはもうちょっと改めて質問してください。